戦の前日会見、遠藤起用をスロット明言。アルネスロットが遠藤航について語った。彼がウェストハム戦で見せたプレーは本当に気に入りましたし、彼の人柄を尊敬しています。2回、試合の残り5分で出場する必要がありましたが、私の監督経験の中で、試合の5分前に投入されると不満そうな顔をする選手を見ることがあります。しかし、彼はどんな時でも、たとえ5分間であっても、チームと自分自身のために全力を尽くしてくれます。だからこそ、彼は明日の試合に出場するにふさわしいと思います。リバプールはクロップが辞めてから、めっちゃ良い監督来て安心できるな。遠藤来るか、アーメッサ活躍して序列覆してほしいけど、ブライトンが負けると困るんよな。遠藤が絡まない失点で2に、PK ブライトン勝ちでよろしく。めちゃくちゃ楽しみ、見るぞ見るぞ見るぞ。この前のアーセナル戦では高めの位置で出てたけど、カラバオもそうなるのかな。昨シーズンも12月くらいから本領発揮しだしたし、今シーズンも期待したい。こうやって定期的に褒めておけば、本人からもファンからも嫌われることはないし、楽な商売だな。遠藤下げたいのか知らないけど、マネジメントしやすい選手って最高でしょ。あ、君は現実世界で人間関係ないからわからんか。事実上のターンオーバー要因宣言か。マジで活躍してまたスタメン取り戻してほしい。いつぞやの長友のように。遠藤頑張れ、信じてる。